報を受けた宮澤ひなた選手は、自分の名前が呼ばれた時はなんか一安心というか、一安心と言いながらもなんかちょっと鳥肌が立ったり、まずお母さんに電話して二人でなんか泣いてもうよかったねって、やっと選ばれたねっていう、優勝してたくさんの方に恩返しだったりいい報告ができるように頑張っていきたいなと思います。